なんであいつが、清田か。綾小路、遅くなって悪かったな軽井沢。どうして、どうしてきたの。約束しただろ、お前に何かあれば必ず助けると。軽井沢からメールをもらった、助けてほしいってな。つまり俺がお前たちの探し求めてた人間ださっきまでの恐怖が消えたな。なるほどな、お前が D クラスの黒幕か。一人で敵中に飛び込んでどう乗り切るつもりだ。見せてみろよ、どんな策を用意してきた。策、そんなものはない。ああ、俺はただ軽井沢を迎えに来ただけだ。高をくくってんじゃねえのか。こっちが無茶をしないと。待って、やめて。さあ、この窮地をどう乗り切るか見せてくれよ。今の俺は窮地なのか。ああ、この場にいる4人じゃ俺は止められない。石崎。悪く思うなよ、綾小路。おら！石崎！綾小路！来るなら叫ぶなよ。どうやら想定以上らしいな。俺の手のひらであえて泳いでみせたと。そう見せかけてこっちが泳がせてたんだよ。どうする、伊吹。何なのよ、あんたも矢野浩二も。ムカつけ、よくわかんないけどムカつけ。お見それしたぜ、綾小路。まだ冷静でいるのはさすがだな、龍炎。